マジでこのグリーンのせいでさ、動画全部おさらばの可能性もあるでしょ。ということですね、大原さんのコーナーが終わりまして、次の助手をお願いしております。助手の名前を本人に紹介してもらいましょう。どうぞ。ミキさん。どうぞ。ミキです。ミキです。ミキさんはですね、前年度のフルーツ切り大会に、本進入したという本性を持って本進入したという過去がありますので、クズです。とても果物切りは自信があるみたいですということで今日は、フィリピンからお呼びして生放送でお届けしたいと思ってまいります。ということで、とくとミキさんのフルーツ切りをご覧あれ。うわ、めっちゃぐちゃぐちゃする。すげえすげえ。こういうことがあるんですね。これだから料理はやめられない。やってない。ということでですね、この辺でミキさんとは、おさらばさせていただいて、飛行機の時間があるらしいので、もうフィリピンに帰るということで、帰らないと。ありがとうございました。ありがとうございます。生クリームできました。次の助手が呼んでいるので、そちらへカメラを。それでは中継の大原さん。はい、大原です。そちら小山さんがいるということで、はい、お願いしますね。はい、どうぞ。中継つないでるやつ、あ、はい、しか言わない。小山さん、はい、今どのようなご状況でしょうか。今ですね、グラニュー糖を、追加しまして、さらに甘さを引き立ててまいります。まいります。完成したということですね。いや、完成はしてるんですけど。そうですか。この混ぜた時のこの、なんていうんですか、線っていうんですか、これ線を見てみましょう。数分前まではもう完璧な液体やったけど、はい、もうこんな風にもうね、トロトロしてね。素晴らしい、素晴らしいぞ、これアートですよ、アート。なるほど。クリーム作りがアートという。素晴らしい。ではスタジオの武田さん。はい、スタジオの武田です。俺スタジオやったん。フィリピン帰ってない。フィリピンに帰る予定だったのですが、飛行機がなんと台風の影響で遅れてしまったということで、今夜もう一晩この家に泊まるということで。いや、言うてスタジオスタジオ中継の人ここ多いしな。スタジオでもう一晩過ごすということで、今夜はお送りしたいと思います。でですね、見て分かる通りまだ一号来ております。なんと工程が進まないのでしょうか。ということですね。食べてない。小原さん、これいい感じに焼いとってください。あの、1200ワットの3分、そう。ですね、次は少し難易度を上げて、マンゴーもう切れているものをどう切るでしょうか。どう切るの。人間を果たしてどう切るのでしょうか。知らんがな。これはあれですね、伝説のあの翔太が指をブサって刺してる。嘘、ほんまに。いった。あ、いい。むしやばいやん。泣いてましたね。これ本当に怖いんですね、これ。だって使い方がわからないんです。今夜の事件は起きるでしょうか。なんてことを言うんですか。いった不吉。見てますか、翔太くん。懐かしいでしょ。多分これそういうのじゃないやと思う。そう、これこのハサミは多分そういうのじゃないやと思う。やのに翔太にやらせるから、そういうことは。気づいちゃった、気づいちゃった。わーやばい。さっきちょうれんちゃん。あー、怖い。結局一緒。友達コレクションの声みたい。私の名前は今バキューンやから。マンゴでした。ということで、中継の小原さん。あ、はい、大原です。今、ただいま、シフォンケーキを焼いているところです。あ、また焼いているんですね。あ、なるほど、なるほど。ですね、うちのスタッフ の、 フィリピン人が、そちらにマンゴーの缶詰を送ったということなんですが、あ、届いてますか。こちらです。ありがとうございます。じゃあ、1分やりますか。ちょっと、小原さん、小原さん、はい、カンペが書いてあります、カンペ。カンペ。では、マンゴーを焼きたいと思います。マンゴーは缶詰のまま焼くのでしょうか。いえ。開けるんですね。はい、じゃあ開けてもらいましょう。実はですね、このマンゴーには缶詰のままいきたいと思います。え、缶詰のままこのマンゴーを焼きたいと思います。缶詰のままです。
皆さん、いいですか、缶詰のままです。なるほど。皆さんは通常、あ、ほらさん、レンズはここです。バッグではないです。熱い。そうですね、とりあえずそれを出していただいて、もうあなたのコーナー2分もいってますよ。ですね、おい、この赤いところだよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでですね、今からこちらに、シフォンケーキの土台を転送したいと思います。ということでですね、あのこちらに転送されましたシフォンケーキ。なんかの動画で見たことある。なんか見ない、なんか言わないけどね。こちら、フィリピン人のミキさんが果物を切りたい欲望の大のくままに缶詰をハサミで切っているところです。そうですね、ちょっと穴が小さいように見えますが、ズームしないとわからないようですね。カメラマンがいないんでね、ちょっと僕がズームします。怖い。そういうことです。ということでですね、やっとこちらに、あの、なんか出方がキモい。生きたマンゴーが。生きてねえわ。やばい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 。で、牛乳の匂いするんだけど、マンゴー思ったよりも、形がでかくて、だいたい中指の方、中指の方になっております。そっちも滑る。アホや。果物切り講座でした。いや、ありがとうございます。皆さんお待ちかねの、ケーキ作りに移動したいと思います。イエーイ。ケーキ作りを見る方は、月額500円払ってこのパブリックジャズ。バカ野郎。バカ野郎。じゃねえよ。じゃねえよ。このチャンネルでは Twitter、Instagram、Facebook、LINE アットをしています。 Twitter はこちらの ID から、 LINE アットはこちらの ID から検索できます。インスタグラムとフェイスブックはバンブーピクチャーズと検索すれば出てきます。いいね、フォローお願いします。